皆さんこんにちは、たい焼きみかんチャンネルのみかんです。今日もね、ちょっと朝食を作ったので動画にしたいと思います。はい、今はちょっと半熟卵を作っています。最初にお湯を沸かして、こうやって卵をそっと入れた後、約5、6分茹でます。はい、で、今レッドオニオンですね、レッドオニオンを半分に切って、で、こんな感じで、切ってます。説明が相変わらず下手なんですけども、ちょっと薄くね、できるだけ薄く切って、切れたら一度ボウルに移します。パラパラっとしながら。で、水にさらしておくと、玉ねぎの辛いのがマシになるので、水にさらしておきます。ということで、卵が茹で上がりましたので、さらにね、ちょっとこう冷水に入れてくるくるっとするといいとネットに書いてました。はい、で置いておきます。では今度はほうれん草ですね。ほうれん草を切っていきます。ね、この食べれないところカットして、ほうれん草は体にいいので、いっぱい食べようと思い、できるだけ摂取するようにしてます。で、こんな感じで、均等にカットして、で、ボウルに移します。で、バター炒めを作っていくんですけど、葉っぱの部分は後から入れたいので、火がすぐ通ってしまうので、茎の部分を一番上に置いて、で、水洗いします。水の音、いい感じですね。で、次に、人参の皮をピーラーで剥いていきます。昔はこう手で持ってピーラーしてたんですけど、このまな板の上でコロコロ転がしながらピーラーすると、なんかちょっとこう楽しく皮が剥けるというのを知ってから、人参の皮を剥くのが好きです。はい、で、このまま薄く切るのが難しいので、ピーラーでどんどん薄い人参を作っていきます。この先の尖ってしまった部分をどう使うんだって感じなんですけど、ね、ちょっと煮物とかで使っていきます。とにかく薄く、はい、ピーリングした人参、ここにエゴマオイルを入れて、でちょっとね、岩塩を入れます。で、ここまで薄くカットしたら、もう人参火を通さなくても、そのままちょっと塩味をつけておけば、しなっとなって食べれますので、で、このままちょっと混ぜて置いておきます。で、余った人参は夜使うので、ラップしっかりやって、で、トマトも生で食べるので、ちょっと皮がね、この時のトマトなんかちょっと口に残るなっていう感じの皮してたので剥きました。で、剥いたらトマト一口サイズもっと小さいかにカットしていきます。食べやすいように小さめにカットできたら、ボウルに移します。洗ってボウルというかお皿ですね、お皿に入れておきます。 OK。 でも、まな板がトマトだらけになったので一度洗います。水の音いいですね。はい、で、フライパンです。フライパンにバターを引きます。バターたっぷりが、私は、ね、ちょっと美味しいのでたっぷりめにしてます。で、そこにほうれん草入れていきます。火の通りにくい部分から先に入れて、で、しなってなったら葉っぱの部分も入れるようにします。はい、入れました。ちょっと小さかったかなって感じなんですけど、フライパンが。このままいきます。で、蓋をしておいて、その間にシーチキンをお皿に入れます。で、あんまり水分が残らないように、できるだけシーチキンの部分だけすくって、
で、マヨネーズ入れて混ぜる。はい。ひじきマヨを作ります。無敵です。ひじきマヨ。で、そうこうしていたらもうしっかり火が通りました。で、追いバターですね。まだバターを入れるのかって感じなんですけど、もう美味しいのに入れちゃいます。バター炒めって結構カロリーですよね。で、ほうれん草はこれで OK。そしたら水にさらしておいたレッドオニオンをちょっと水分を取るためにキッチンペーパーでくるんでギュッギュッとしてちょっとしなっとさせながら水分をしっかりと取っていきます。はい。そして今日の主役というか主役なのかな？はい、パンです。フランスパン、すごい大きなフランスパンがスーパーに売られていて可愛いなと思って。これを見つけたのがね、今日の朝ごはんを作るきっかけになりました。でフランスパンを切るときにこうやって逆さにすると切りやすいって前のフレンチトーストの時に視聴者の方に教えていただいたので真似したら切りやすかったです。はい、で、パンはね、焼きます。焼いている間に、これは今、これから使うものをちょっと紹介してましたね。いろいろ使っていきます。で、バナナ。今回はちょっとデザートっぽいのも作りたいなと思ったので、バナナを使うことにしました。で、バナナは縦にカットします。その方がちょっとおしゃれになるかなと思って、縦にカットしてみています。で、このバナナ、皮を半分残しておくと便利です。でこちらは、ハニーなんとかなんですけど、ハニーバター、コストコで購入しました。はい、美味しいです。で、パンが焼けたので、お皿に並べて、で、上にどんどん具材を乗せていきます。はい、で、ほうれん草を乗せるパンと、これマスカルポーネを塗ってますね、今。マスカルポーネ、チーズ。美味しいです。美味しいというか、まあ、あまり味はないけども、いい感じです。はい。マスカルポーネを結構たっぷりめに塗ったら、その上に生ハムです。生ハムと、あとちょっとこれ紹介してなかったんですけど、なんかこう、あれですね。バジル的な葉っぱですね。で、その上に、トマト、乗せます。トマト乗せて、で、マヨを少しかける。で、その上にオリーブオイルを垂らします。いい感じ。ですね。で、もう一つの方はシーチキン。シーチキンマヨを敷き詰めて、結構いきましたね、これ量。結構多いな。はい。で、その上に人参。人参もね、こんな感じで塩振っておいておくとしなっとなるので、人参を乗せて、で、その上に、オニオン。で、上からごまドレッシングをかけました。はい。で、もう一つは、デザート系です。さっきの、ハニーバターでしたっけ？コストコで買ったって言ってたやつ。それをちょっと薄めに塗って、で、上から、ピーナッツバターも少し薄めに塗ります。で、ね、さっき切っていたバナナ。バナナを乗せていきます。縦に切るとこんな感じになって、なんか可愛いかなと思いました。で、上からチョコレートソース、かけます。美味しそう。溶けてますね、チョコレート。すぐ溶けちゃう。で、半熟卵。これも、はい、半分に切ってちょっとこうパカッとすると、可愛くなりました。で、今日も、カフェオレ作ります。牛乳を下にして、氷に当てるようにコーヒーを入れていくと、こんな感じでカフェで出てくるようなグラデーションの、カフェオレが作れますので、ぜひ真似して皆さんやってみてください。ということで、完成でーす。あ、卵の上にブラックペッパーを振ってますね。撮影できなかったようです。はい、ということで、こちらが、本日の朝ごはんになります。はい、ボリュームたっぷりですね。いかがでしょうか？結構ね、作るのも、簡単というか楽しい
ですし、フライパンも一つ、あ、まあ、ゆで卵するから二つになるのか。まあ、でもそんなにこう大変な料理じゃないのに、こう作っていて楽しくて、なんか朝からちょっと気分が上がるので、まあ、いいかなと思います。もしよかったら皆さんもやってみてください。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。前にアップしたあのフレンチトーストの動画とか、うどんの動画とか、まあ、いろいろまだ少ないですけどお料理動画もあのこれから上げていきますので楽しみにしていてください。もし今日の動画良かったよと思ってくださったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画、来週土曜日の夜10時にお会いしましょう。たやきみかん夫婦のみかんでした。バイバーイ。